バウンティー。ちょっと緊張します、okay、ゆみさん落ち着いて、ちょっと1日早く使っていいっていう、信じて、ゾロを信じて、信じて、信じて、うん、まずは見た目っすよね、見た、見た、おこれかっこいい、いいです、できてるよ、すごいこれ走ってるぞ、ゾロ紹介のように見せますね、できる手向けて、ただですね、一つ時間制限がございます。で、これは回避行動のゾロ、おお早くも回避攻撃みたいよ、通常攻撃していいですか、お願いします、行きましょう、はい、いや、おお強い、強い、飛んでる斬撃がすごい、結構中距離ぐらいまでなら遠めに通常攻撃だけで全然ダメージ与えれる感じの、素晴らしい、ありがとうございます、見てても気持ちいい、はいはいはい、そうそう、スキルとか使っていきますか、いきますか、このアルディガあたりをやって、ね、いきます、まずスキル1、お願いします、じゃあ、おお結構遠くまで、すごっ、すごっ、登場したばっかりのキャラクターも巻き込みましたね、ねえはいはいはい、じゃあこのみんな気になってるだろう、この2個目の、いきましょう、お願いします、か、いきましょう、今赤ですけどってことですよね、これ、そうですね、あ、でも、はい、全部有利か、いや赤に殴られたら青になる、おおおちょっとうまく赤に殴られなかったんですけど、緑に殴られたじゃない、はいはい、でもめちゃめちゃ強いかも、スキルのエフェクトもかっこいいし、あの全然あれ、あ、キャプテン黒や、あ、さっきの黒ですよほら、おわ黒だ、一撃で、一撃っすね、大体もう、すごい、今の気持ちいいですね、横にも結構範囲ありそうな、なんだお前、おるの心の気持ちいいでもない、これじゃあここでこうよ、来た、じゃあ青に変わりましたね、青に変わりましたね、今そういうことね、リフォークが赤だったんで、うん、赤のゾロが使ったら青になる、そうです、そうです、すごい、おなるほど、アドンクリック、強い、ゾロしか持ってないですかね、今はこれ、これめちゃめちゃいい、すごいっすね、うわ全く新しい性能ってことですもんね、そうなんですよ、すごい、あと半分、おい、これが通常攻撃を長押しすると、あ、なんかある、ね、ちょっと違いますね、これが連打なんですけど、連打こう3段できるんですけど、うん、長押しだとこうザンザン、ちょっと素早く2回目の声が出るって感じですかね、連打よりも、紹介がお上手ですね、ありがとうございます、はい、もう一回使おうかな、何回でも見たい、で赤に戻った、そうです、おめっちゃいい、いいな、いいですね、強っ、いやこれどうなの、対戦環境に現れたもう本当、いや、めちゃめちゃやばいくなるね、まあ、ゾロってだけで使いたいですもんね、いや、そうですね、あっという間に77まで、おー、早い、行きましたわ、懐かしい、範囲が広くて気持ちいいですね、なんかね、クロコダイル来た、じゃあこっちで、じゃあ、おー、うん、おおおダメージ食らってるゾロも見たい人いるかな、あ、なるほど、ダウンゾロ、名前も知らない海賊に全部の動きを見たいねそんなゾロ見たくない全て見せてくれますからね、いいこのプレイから、あ、エネル来た、あ、エネル有利か、まあでもすごい火力で、有利有属性で絶対殴れる、結構すごすぎる、おおおおモリアももう投げ倒して、おお90超えた、通常攻撃使ってて気持ちいいですよね、多分、ね、うん、相当気持ちいいですね、あ、やった大将来たな、来たよ、あと4人よ、スキルで倒したいけどいいか、たまるまで待って、あ、もう待たない、頑張れ頑張れ、すごい、はい、はい、あ、ちょっと硬い、おお、さすが、おー、ナイスジャスト回避、はい、あ、残り2体、あと2人、来た、あ、じゃあまずこっちから、おお、やって、おおお、最後ちょうどいい、青属性なってフィニッシュ、完璧なフィニッシュなんてお手本のプレイ素晴らしい、まあ、大体全部紹介できたのかなと。